火星イジオンモビルスーツ設定が盛られまくる。しばらく見ないうちにえらい設定盛られてる気がする。フリーダイヤルよりはマシでしょ。盛られる前に名前を与えてやれよといつも思う。正式な形式のある MSA0120 くんはいいよね。俺ソレスラーあだ名だよ。今更名前もらってもフリーダイヤルに勝てる気がしない。今の F90FF のようなろくでもない目的のために暗躍する得体の知れなさには形式番号だけの方がらしい気すらする。肩のアナハイムの謎も解けた。モビルワーカーとして生産し続けていたアナハイムのザクに偽装しただけだからあんまりやりやがってはいない。なんでユニバーサル企画で軍用モビルスーツ作れるんだよの一端にはなってるけど。ザク風の側を伏せたで何系ってフォーミュラー戦記で見たけどなんか変わったん。そんないいものならジェガンで勝てるわけがない。ジェガンとザクで互角に戦えるのがフォーミュラ戦記なのに。 RF ザクとジェガンが互角だったらあのゲームあんなに難しくないだろう。ブッポの資金や支援はあるもののあくまで連邦軍を牽制するためのかませなのでそんな高性能なものは与えてない。第二次オールズモビル戦役のオールズモビルのフラグシップのシャルル専用機ですらビームシールドの装飾はクロスボーンバンダード軍のままとっつけたやっつけ仕事で立場の低さを伺わせる始末だし。しかしベルフさんがボッコンボッコン落とす。漫画でもアホみたいに落としてくのおかしくない。ベルフに何機落とされたんだろう。アドバンスオブゼータ、こいつら火星で作ったクシズモビルスーツの末裔です。F90 ファステストフォーミューラー、さらにユニバーサル規格で製造元をごまかして調達しやすい機体にしてるぜ。クロボンダスト、おかげでどえらいことになってます。火星のオールズモビルと地球圏のオールズモビルは全くの別組織。マジかよ、意味不明。まだそこら辺分かってないんだよな。未亡集散してる感じあるし。ブッコの嫌がらせ組織みたいなもんだよ。名前はお借りしました。戦役終了後にはフリー素材化して世界中で自由に生産って、なんでそんなひどいことすんの。誰でもモビルスーツが作れるようになって連邦が管理不能になればスペースノイドの独立は容易になるでしょう。スペースノイド解放には治安の悪化もやむなしなんだよ。デモ側は明記で中身最新アップデートとか結構なオタが買うんでないかな。ダブルゼータの時点で金持ちの趣味でやってたよね。見た目旧モビルスーツだけど中身最新。ジェネレーターを乾燥してコクピットを前転モニターとリニアシートにするだけでだいぶいい感じになってたあの頃。厄介なのにオーバー移動してるからもう作りからして別物だ。シャルル、ローチェスターの経歴がなかなかに謎なんだわ。今ならフルフロンタルやゾルタン悪化年に続く新しいシャアの再来にならなかったな。1、ジオン残党の新兵。2、ウォッシュの部下の連邦兵。3、オールズの同僚。この3つの間に何があったのか全然わかんないのだよ。まあ潜入任務とかあったのかもしれないし、お隣のクロスボーンバンガード産地は将兵をわざと連邦軍に入隊させて初期訓練&腐敗体験させてたので、ひとまず2が挟まってるのはそういうことなんだとは思われるが、果たして艦隊の指揮官だけど統領ではないよ。統領情報はジョニー・ライデンという話が出たけど、それを表現したメディアはなし。F90 ファステストフォーミュラで拾われる可能性はあるかもね。ユニバーサル規格で互換性高いのは別にいいんだけど、軍用レベルと民製品の差がほとんどないってのはなんともはや。ジーレコまで行くとハッチの開閉の仕方とかモビルスーツの操縦方法とか統一されたものになってるしな。おかげでモビルスーツがあっさり盗まれたり敵艦へ簡単に潜り込めたりする始末。ジーレコのユニバーサルスタンダードはどう考えてもアナハイムの遺産。ガンプラ感覚で機動兵器を乱造するなよ。アナハイムがジャベリンのライセンス生産を積極的に推し進めた結果、ジャベリンクラスのモビルスーツ技術が地球圏に行き渡った。それがザンスカール戦争の布石の一つでもある。マケドニア、知らなかった。そんなのネオテキサス、わしも。どうしてコスモ貴族たちはこんなことを。出資はしたけど選んだのはジオン残党だし。まいっつぁ、地球圏が荒れればいいかなって思って。オールドモビルに出資してたのはどっちかというとハーフリーじゃね。
そもそも前期型と後期型って設定が出てきたのも FF からだしな。まあ明らかにゲームと漫画でデザイン違ったしな。なんか掘り返した結果余計に混沌を生んだ気がする。当時ちゃんと設定まとめた決定版のムック本が出せてればよかったんだろうけどね。でも RF ギャンは謎が多いままなんでギャンにヒートロッドつけてんだよ。フレームはもともとだけど同じ格闘重視の RF ブフとの部品共有率が高いんだろうか。格闘戦重視するならあっても困るものじゃないと言われたらまあそうなんだろうけど。 RF ケンプファー君が前期の見た目まんまタイプと後期の生まれ変わりタイプの中間って設定なのでギャンもそれに近い立ち位置なのかもしれないな。作り方ヒロも割ってるなら連邦も RE 作ればいいのでは。ぶっちゃけジェムズガンやジャベリンを数出せば対処できる程度だろ。 RF ってジェムズガンやジャベリンクラスと戦える性能あんのかな。なんなら F90 でもジェムズガンやジャベリンには及ばないから無理だと思う。まあ F90 はエンジンの世界とかしてるからカタログスペックからかなり性能上がってそうだけど、の世界で割といけるな。クラスター滑るな。出力3800クラスですらその当時じゃモビルワーカークラスだからな。 RF やヘビーガン G キャノンは UC123 の時点じゃモビルワーカーにも劣るってことなのか。まあこいつらの主戦場から10年くらい経ってるからな。重機に追い抜かれてるってのは仕方ない。その当時のモビルワーカーがデナンゾンと同等の性能なもんで、実際重機の方が軍用機よりスペック的には上って事例はかなりあるからな。三道寺とかまさにこれ、あいつの出力 V2 並みにある。あいつはチコチ分離できるし、その分ジェネレーター分散して積んでるんじゃない。そもそも出力で全部が決まるわけではないしな。モビルワーカーの性能を盛りすぎなんだよというか、誰が買うんだ軍事転用前提の怪しいやつらか。今 F90 の話を一番信頼性のあるまとまった形で読みたい場合、何を読めばいいんだろう。そもそも当時のコンテンツの時点で食い違いが多かったり不明な部分が多い部分だから、好き放題やってるけど当時設定部分はあんまり変更してない FF が一番まとまってるとも言える。 SF91 と F90 は電子書籍で終えるけど、フォーミュラ戦記は SFC だからな。 FF のデルフ編が今のところファステストフォーミュラ要素以外は SFC をそのままなぞってる。砂漠で H タイプ、雪山で C タイプ使ったりはしてるけど、この流れだとザク50はどうなるだろうか。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いするのだ。